アンバーパシフィックとはアメリカ合衆国ワシントン州シアトルにて結成されたポップパンクバンドである。オールタイムロー等と共にホープレスレコーズを代表する人気バンドだったが2008年に同レーベルから離脱。その後大手のビクトリーレコーズへと移籍した。これまでに3枚のアルバムをリリースしているがいずれも各メディアから高い評価を得ている。2002年に ワシントン州シアトルにて結成。ちなみに結成当時はメンバー全員がまだ高校生だった。その後も地元でのライブ活動を行いながら着実に人気を獲得していく。そして2004年になると彼らのデモ音源を聞いて気に入った大手インディーズレイベルのホープレスレコーズから誘いがかかり契約を結ぶことに成功。同年5月にファースト EP フェーディング・デイズでデビューを飾る。2005年5月24日、ファーストフルアルバム、ザ・ポッシビリティザ・プロミスをリリース。その後、ジャスティン・ウェスコットがバンドから脱退したため、彼の穴を埋める形で、2006年10月にかつて、ジェイロカードに在籍していたウェン・ハーパーを、新メンバーに迎え入れるも、年末にはバンドを脱退してしまう。2007年5月22日、セカンドアルバム、 t r u ース in Sincerity をリリース。ビルボードアルバムチャートにて初登場64位を記録した。しかし、バンドとしての人気も絶頂を迎えていた2008年2月27日、ボーカリストのマット・ヤングがまさかの脱退を表明。理由は彼自身の未来の子供たちの教育のために学校長になるという夢を叶えるためだった。そして、新たなボーカリストとして、 ジェシー・コッサムを迎え入れる。ジェシー加入後の新生アンバー・パシフィックの第一歩として控えていたニューアルバムのリリースが2009年初頭に控えていたが、ホープレスレコーズとの契約が満期を迎えたため、リリース前に同レベルからの離脱を決意する。また、同年2月には、ジェシーがボーカルを務めた EP を自主制作で iTunes にて発表している。その後、 ビクトリーレコーズと契約を結び、2010年4月13日には、ニューアルバム、バーチューズをリリースしている。2011年2月に、初代ボーカリストのマット・ヤングが、バンドに正式に復帰した。しかし、直後に、ベーシストのグレグ・ストロングが、バンドから脱退。理由は、マットが復帰したためだと述べている。ありがとうございます。